スバファローズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発小笠原が横浜立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか？改めてお聞きします。この坂本打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ジャイアンツバッターは2番に入っている丸。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。2球目打ちました。クリーンアップが登場します。バッター長嶋、ワンアウトになっています。最初は変化球できました。引っ張った、バッターは4番岡本。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か、緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。いやー、角度もあるクロスファイヤーいいですね。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか、ライト方向を流しました。バッターボックスは5番ゲレーロ。ジャイアンツこの回先制となるホームランが出ています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。いや、インサイド打ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。坂本が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。まず内をついてきました。スピードボールを持っています。アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、さあどう来るか。インサイド落ちました。インサイド、打球はセンターへ。バッターは2番に入っている山田。桜井、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。打ちました。バッターは3番の松田。ツーアウトになっています。打ちました、いい当たりだ、レフトに強い打球。さあそして打席には柳田が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、ノーボールワンストライクです。カットボール見送ってボールです。低め、これは外れた。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これで3ボール。さあ5球目は何か、際どいが、あっとファーボールです。悔しさが、初球打ち、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。
いや絶妙のコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。さあ3球目は何か。低め、これは外れた。これで3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。インサイド打った。2回表に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは原。ジャイアンツリードで迎える最終回です。初球ボール。あそこは手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。痛烈な打球、高く上がった、レフトがさ、いや、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。